い、ニュースピアジェのお時間です。今日は8月13日木曜日、今日も新しいニュースが、発表されたので、紹介していきたいと思います。まず第一に、8月10日、コアラ犬大会を、自粛して、参戦できなかったあかりの、新型コロナウイルス PCR 検査の結果は、陰性でした。8月1日にウェーブ新木場大会に出場していたあかりは濃厚接触者ではないと判断されていましたが、念のため PCR 検査を受け、検査の結果陰性と診断されましたということで、はい、本当に良かったです。引き続き、皆さん、気をつけていきたいと思います。はい、そして8月30日新木場大会のカードが一部発表になりました。その前にこの選手を紹介したいと思います。和樹、どうぞ。はい、どうぞ。はい、こんにちは、わがままな膝小僧和樹です。よろしくお願いします。はい、はい、いよいよ決まりましたよ。はい、そうですね、8月30日新木場大会でレオンが持つ無差別級選手権に、挑戦します。はい、はい、よかったね。でもほら、はい、私が決めることじゃないから。はい、そうです、ね。まあ、チャンピオンがね、はい、あ、じゃあ和樹が挑戦してくるの、はい、いいんじゃないですかって、はい、ということで、はい、なんか一応言葉足らずのバックステージコメントでレオンがグッときたらしいよ。 あ、本当ですか。はい、私は1年に1回ね、デビューした年に月に無差別挑戦するって決めてたんですけど、今年はまあね、こういう状況で興行もできなかった時が、できなかったりしたのでね、ちょっと伸びてしまったんですけども、1年に1回だからっていう言って挑戦できるのかって言ったら、そんなわけないよね。そんな甘いって、それは甘いって思う人もいるかもしれないですけども、甘いよ。いや、でも私はそこに行くまでにちゃんと、ね、結果を出してきたりしてるのでね、はい、それをレオンが認めてくれたのかなって思ってるので、まあそういうことだよね、はいはい、なんでこの日はね、ちょっと40オーバー同士の戦いになりますけども、私は中年の星。怖いおばちゃん同士の戦いよね。いや、でも私は常日頃から中年の星としてね、はい、私たまに和樹のことを中年の星ってツイッターとかで書いたら、はい、なんか森下さんひどいみたいな感じで言うんだけど、これ和樹が自分で言ってるんだよ。私と同世代の人たちに夢とか希望を与えるための、私は常日頃頑張ってるつもりなのでね。そしてその、はい、中年の星の目標が、はい、ね、常にコンディションを落とさないで1年間過ごして、はい、過ごして、そしてベルトに挑戦すると、はい、そういうことです。 そのためには、万人が納得する結果を得てきて、はい、得てきての、はい、挑戦ということで、挑戦というか早くベルト取っちゃいなさいよ。もちろんこの日に私は、チャンピオンになって、ね、はい、そして次は1年に1回防衛戦をするとか、どんなやねん。それはあかんで、それはちゃんと4ヶ月以内とかあるからね。そうですね、はい。じゃあまずこの日はね、和樹が、はい、もうこれからね、楽しみですよ。40代の2人がどんな風にコンディション作りをしていくのか、はいはいはい、私はこっそり見ながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、はいね、はい、そしてそうだよ、もう一つさ、はい、バックステージでさ、はい、なんかさ、リング上でも言ってたけど、職権乱用だとかさ、昨日のやつ、はいはい、なんだったらもう一回ちょっとその部分だけ後でビデオに走る、はいはい、編集の時に挟んじゃおうかな、はい、ちょっとね、社長に対して問題発言がありましたよ。いやいや、職権乱用って、まあ、乱用できるものは何でも乱用しちゃうタイプなんだけど、はいはい、でも私の中で当たり前のこと言ってるだけだから、戦いは終わらないし、ゴールはまだまだ、その日勝ったのは和樹だけども、はい、やっぱり見たいと思う人がいれば続けばいいと思います。まあそうですね、見たいと思う人がいれば、はい、そうですね。とりあえず和樹は、はい、まあ、この戦いから離れたいければ離れればいいんだけども、実は結構楽しんでるよね。それはまあ、はい、それで、はい、まずは無差別に集中すると。はい、そうですね、はい、そのための、はい、まあ、ウォンテッド軍はね、私だけじゃなくね、鋼やね、うん、谷桃もいますからね。まあ、はい、ぶっちゃけ2人しかいないけどね。ごめんな、何でも切って。なんか私さ、ちょっと、はい、
あの そろそろコラーケン終わって、はい、あかりの PCR がちょっと陰性で、はい、ちょっとホッとしてね、はい、今眠たくなってきたんだよね大丈夫か、はい、はい、でそしてあのジャガーさんと一緒にね、なんかこう、はい、昨日げんこつの話で終始なんか盛り上がってたけど、バックステージコメントそうですね、はい、うん、まあそのげんこつ、ちょっと今度神有田町げんこつ町とかやっちゃおうよ。あ、そう、まあ、ジャガーさん呼んじゃいますか。そうそう、ジャガーさん呼んでしてそれすごいですね、うん、まあね、あの、はい、いろんなことこれから楽しいことをね、はい、もう私ほら現役じゃないからあんまりげんこつされることないと思うんで、はい、うん、私も大丈夫ですよ、あのジャガーさんのげんこつにはあの免疫力はついてるので。本当ついてなかった、あの昨日の動画では本当ですか。めっちゃやられてたよ、はい、なんかね画面には映ってなかったですけどね、うん、アジャコング選手もなんか結構やられてたみたいな、うん、あ、本当、はい、さすがジャガーさん、はい、はい、じゃあそんなこんなで、昨日、板橋大会のカードが一部、はい、発表になりまして、そして今日、8月30日、はい、ガンバレイ2020のカードが一部発表になっています、はい、先ほどお伝えしたピアジエ認定無差別級選手権、王者レオン対挑戦者カズキ、そしてスペシャルタッグマッチ、なんと後楽園ホールで流れてしまったカードが早速実現します。勝間奈美マリマンジ組対松本ひろよ優、はい、はい、ね、あの全員ね、あのウェーブの大会で出てた人が、はい、あの陰性っていう風にちゃんと診断されて、はい、はい、でもまあここで安心しないで、これからも、選手もそして、プロレスを見てくれる皆さんも、コロナウイルスに気をつけて、はい、みんなでまた安全に大会をね、見て楽しんでもらえるように頑張っていきたいと思います。はい、今日のニュースはこんな感じかな。はい、はい、まだまだちょっと時間がねちょっと今日短かったので、面白、バックステージコメントとかまた載せちゃうかもしれません。はい、はい、皆さん、また最後まで見てください。今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました、はい、この動画が面白かったら、いいねを押してください、はい、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ではまた、新しい発表が何かあったら、ニュースピュアジェ再開したいと思います。さようなら。今日私が勝ったんでこの名称の飾りが終わりだと思ってたんですけど、そしたらね、なんかレフリーだったはずのボイショーちゃんが次もあるからみたいなこと言って、おかしいでしょ、レフリーだったはずのボイショーちゃんが次もあるからみたいなこと言って、おかしいでしょ、レフリーだったはずのボイショーちゃんが次もあるからみたいなこと言って、おかしいでしょって職権乱用してるような感じかなと思って、自分すごいね、そうそうそう、やっぱやっちゃわなきゃ、職権乱用してるような感じかなと思って、自分すごいね、そうそうそう、やっぱやっちゃわなきゃダメだよ。